皆さんどうも建築に恋してますか？この動画では白神小太郎がお付き合いさせてもらいます。チャンネル登録忘れずにお願いします。この動画は一級建築士の過去問の計画の分野をランダムにまとめました。現在の自分の実力を確かめる機会や繰り返しの演習に利用してください。丸×問題形式で、×の問題は動画の後半で解説します。問題文を読みましたら3、2、1とカウントし、その後正解を発表します。では早速問題スタートです。一緒に頑張りましょう。ロー・イー複層ガラスは中空層側のガラス面に特殊金属膜をコーティングしたものであり、日射視得型と日射遮蔽型を使い分けることにより建築物の省エネルギー化に貢献できる。3、2、1。答えは丸。所要数量とは仮設土工事等における設計図書に基づいた施工計画による数量のことである。3、2、1。答えは×。中学校の計画においてカタロー化幅を広くして教室との仕切りをなくしたオープンプラン教室配置とすることから、隣接する教室相互の間に準備室を設け音の伝播を抑制した。3、2、1。答えは丸。うだつとは一般に妻壁を屋根面より高く突き出し小屋根をつけた部分のことで、建築物の装飾としてだけではなく防火性能を兼ね備えている。3、2、1。答えは丸。同潤会江戸川アパート東京都1934年は社交室、共同浴場、食堂、洗濯場等の付帯施設を有する集合住宅として計画された。3、2、1。答えは丸。コンクリートの数量において窓、出入り口等の開口部によるコンクリートの欠如は縦狂い等の開口部の内乗り寸法とコンクリートの厚さとによる体積とし、1箇所あたりの開口部の体積が 0.5 立方メートル以下の場合はコンクリートの欠如はないものとする。3、2、1。答えは×。福島県産業交流館、通称ビップパレット福島は楕円に近い形状を持つマザールーフと呼ばれる大屋根に特徴があり、ビップパレットの由来となっている。3、2、1。答えは丸。建築基準法に基づくいわゆる連単建築物設計制度は都市機能の更新や優れた都市空間の形成保全を図ることを目的に、都市計画法と建築基準法による制限の一部を適用せず外区単位に都市計画を定め建築物等を個々に認定する制度である。3、2、1。答えは×。建築士事務所が行う管理業務には一般に工事請負契約の目的物の引き渡しの立ち会いと工事費支払いの審査が含まれる。3、2、1。答えは丸。増沢邸、自邸、増沢誠、1952年は3軒×3軒の9坪の平面プランを持つ2階建ての計画であり、3坪の吹き抜けに面して設けた南面大開口部の障子を通して柔らかな光を室内に取り込んだ住宅である。3、2、1。答えは丸。多人数の成人が利用する男性用便所の計画において隣り合うストール型小便器の中心間距離を90cmとした。3、2、1。答えは丸。サンピエトロ大聖堂バチカンは新ローブと袖ローブが共に三楼式であり、内陣には周波楼と放射状に並ぶ複数の彩質等を持つゴシック建築である。3、2、1。答えは×。幼稚園と保育所の施設を共用化した認定こども園において遊戯室、調理室、管理書室、屋外環境等は幼稚園と保育所の共用の空間として計画した。3、2、1。答えは丸。ロバート・ソマーはテリトリー括弧縄張りは個人について回り持ち運びができ、その空間の形は必ずしも球形ではなく前方に比べ横の方は未知の人が近づいても寛容になれることを示した。3、2、1。答えは×。新築の一戸建て住宅において
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準に規定される高齢者等配慮対策等級は等級5から1で評価している。3、2、1、答えは丸。高層の分譲集合住宅の新築計画に関して一時に多くの住民が住み始めるので人口構成のバランスに配慮した多様な15平面とし、低層部に保育所と高齢者の通所施設を設置する計画とした。3、2、1、答えは丸。 TOD トランジットオリエンテッドデベロップメントとは公共交通機関の利用を前提として過度に自動車へ依存しない持続可能な都市を実現する手法のことである。 3、2、1、答えは丸。ドイツの円でベックマン建築事務所による帝都復興計画では築地、日比谷、霞が関一帯を含む広大な敷地に中央停車場を置き三角形に構成された大街路や広場を含んだ計画が提案された。 3、2、1、答えは×。町並み環境整備事業とは住環境の整備改善を必要とする区域において地方公共団体及び町づくり協定等を結んだ住民が協力して美しい景観の形成、良好な居住環境の整備を支援する事業のことである。 3、2、1、答えは丸。岡山県倉敷市では本瓦葺き塗り屋造りの町や土蔵造りの蔵、白漆喰に生古兵が立ち並ぶ倉敷川ほとりを美観地区とし景観の保全を図っている。 3、2、1、答えは丸。 LDR とは陣痛、分娩、回復と出産の過程に応じてそれぞれに必要な設備が整った専用の部屋を設ける方式である。 3、2、1、答えは×。越屋根は切り妻屋根等の棟の一部に設けられた小屋根またはその下の開口部を含めた部分を言い当該開口部から自然換気や採光が期待できる。 3、2、1、答えは丸。公営住宅標準設計簿 11C 型は住生活の多様化に対応するため食事室と台所等を分離した計画である。 3、2、1、答えは×。屋外のサッカー競技場は一般に冬季の風向きによる競技への影響を最小限とするため競技のフィールドの長軸を東西の方向に計画することが望ましい。 3、2、1、答えは×。後藤新平らが主導した関東大震災からの帝都復興事業においては鉄筋コンクリート造りにより不燃化耐震化した復興小学校を建設し隣接して小公園を整備した。 3、2、1、答えは丸。ストックホルム市立図書館エーリック・グンナール・アスプルンドは円筒と直方体が組み合わされた外観を持ち巨大な円筒の内部には壁に沿って書架があり中央にサービスデスクが設けられている。 3、2、1、答えは丸。 CRE 戦略は国や地方公共団体の事業コストの削減やより質の高い公共サービスの提供を目的として民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営を行う手法である。 3、2、1、答えは×。千里ニュータウン大阪府は近隣住区の単位にはとらわれず将来のワンセンター方式への移行等が意図された計画である。 3、2、1、答えは×。パッシブデザインは建築物自体の配置、形状、窓の大きさ等を工夫することにより建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し暖房、冷房、照明効果等を積極的に得る手法を言う。 3、2、1、答えは丸。木材を活用した建築物に関して住田町役場岩手県は凸レンズ状に組まれたトラスカリが並んだ屋根加工を持つ建築物である。 3、2、1、答えは丸。以上で問題は終わりです。お疲れ様でした。ここからは×問題の解説になります。所要数量とは仮説、
土工事等における設計図書に基づいた施工計画による数量のことである。所要数量とは工事で実際に必要となる数量のことで、切り無駄や作業の失敗などによるロスも含んだ数量のことです。設問は計画数量の説明です。コンクリートの数量において窓、出入り口等の開口部によるコンクリートの欠如は、縦狂い等の開口部の内乗り寸法とコンクリートの厚さとによる体積とし、1箇所あたりの開口部の体積が 0.5 立方メートル以下の場合は、コンクリートの欠如はないものとする。1箇所あたりの開口部の体積が 0.5 立方メートル以下の部分が誤りです。開口部内乗りの見つけ面積が1箇所あたり 0.5 平方メートル以下の場合が欠如されません。建築基準法に基づく、いわゆる練炭建築物設計制度は、都市機能の更新や優れた都市空間の形成、保全を図ることを目的に、都市計画法と建築基準法による制限の一部を適用せず、街区単位に都市計画を定め、建築物等を個々に認定する制度である。既存建築物を含む複数の敷地、建物を総合的に設計したとして特定行政庁が認めた場合、当該区域内において容積、建蔽率等制限の緩和を受けることができる制度です。設問は特定街区の説明でした。サンピエトロ大聖堂バチカンは、新ローブと袖ローブが共に三楼式であり、内陣には周波楼と放射状に並ぶ複数の彩室等を持つゴシック建築である。サンピエトロ大聖堂はバロック建築的な平面計画を持っていて、楕円をモチーフにする当時代の特色があります。設問はアミアン大聖堂の説明文でした。ロバート・ソマーはテリトリー括弧縄張り和個人について回り、持ち運びができ、その空間の形は必ずしも球形ではなく、前方に比べ横の方は未知の人が近づいても寛容になれることを示した。ロバート・ソマーのテリトリー括弧縄張りは、土地などの空間は比較的固定され、塀や囲い、印といった境界が目視できることを提唱しています。設問はパーソナルスペースの説明でした。ドイツの園でベックマン建築事務所による帝都復興計画では、築地、日比谷、霞が関一帯を含む広大な敷地に中央停車場を置き、三角形に構成された大街路や広場を含んだ計画が提案された。設問は園ベックマンの環状集中計画のことです。 LDR とは、陣痛、分娩、回復と出産の過程に応じてそれぞれに必要な設備が整った専用の部屋を設ける方式である。 LRD とは、産科病棟において陣痛、分娩、回復を一室で行う方式で、ベッドがそのまま分娩台に変わるなど家庭的な雰囲気の中で出産ができるようにしたものです。 LDR とは、陣痛、レイバー、分娩、デリバリー、回復、リカバリーの略です。公営住宅標準設計 51C 型は、住生活の多様化に対応するため、食事室と台所等を分離した計画である。公営住宅標準設計 51C 型は、初めてダイニングキッチン DK 型が作られた形式で、食事室と寝室を分離する食寝分離の住宅様式に影響を与えました。屋外のサッカー競技場は、一般に冬季の風向きによる競技への影響を最小限とするため、競技のフィールドの長軸を東西の方向に計画することが望ましい。東西軸に競技場を設けると、時間帯によっては選手の目線に太陽が直接来ることになるため、屋外のサッカー競技場は一般に長軸を南北方向に取ることが望ましいとされています。 CRE 戦略は、国や地方公共団体の事業コストの削減や、より質の高い公共サービスの提供を目的として、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して公共施設等の設計、建設、
維持管理及び運営を行う手法である。 CRE コーポレートリアルエステイトは、企業の持つ不動産について企業価値の向上を観点に経営戦略的観点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を向上させることを目的としたものです。設問は PFI プライベートファイナンスイニシアティブの説明でした。千里ニュータウン大阪府は、近隣住区の単位にはとらわれず、将来のワンセンター方式への移行等が意図された計画である。千里ニュータウンは近隣住区が厳密に適用されており、クルドサック街路等を用いた歩車分離を行った日本で最初の大規模なニュータウンです。設問は構造地ニュータウンの説明でした。以上で解説は終わりです。お疲れ様でした。わからなかった問題は見逃さずその日に解決しちゃいましょう。以上、白神小太郎がお付き合いさせていただきました。また来てくれますよね。バイバイ。建築関連の情報発信中です。チャンネル登録よろしくお願いします。お友達にも共有してね。